2023年2月20日月曜日、この時間は我々クリーピーナッツがお送りしてまいります。2月20日月曜日、この時間は我々クリーピーナッツ。ほっぽかったね。20日ってめっちゃほっぽいよな。ゆっくりしたもんね。これで俺はいいのか。20日。不安そうに走り抜けていったね。20日です。20日です。難しいよな、20日と8日って。いや、そうやねんな。急に訪れるじゃん。そうやね。8日ってやっぱ言ってまうよ。20日が、20か8どっちだっけ ?8 日が20か8どっちだっけ、わからない。ちょっとね、ごっちゃなるから。ごっちゃなる。難しいよな。むずい。暦って。むずいね。20日で20日です。今日は覚えておいてください、皆さん。そう、もう、そう、2言った時点でもうな。あれなのか、今は、2行ってめちゃくちゃ後悔してた。そうそう。あ、やべ、2行っちゃったって。あ、2行ってもうた。なるほど、もう戻れない。もう戻られ。戻れない。お帰りなさい。はい、ただいま。戻ってきました。オールナイトニッポン55時間特番が終わりました。はい、ね。お疲れ様でした。お疲れ様でした。エンジェル皆さん、作家の皆さん、お疲れ様でした。ありがとうね。お疲れ様でした。我々も、何番組か参加させていただきましたのでね。やめるのにな、はい。やめるのにな。やめるんですよ。そう。だから歴史の振り返りとかね、このオールナイトのは、それはもちろんやけど、こっからもっと、オールナイト日本を盛り上げていきましょう。曲を上げてのお祭りということでね、非常に罰が悪いんですけど、非常に罰が悪い。限度が罰が悪いですね。めちゃくちゃ罰悪いよね。俺らだけだよ、そのさ、もう、歴代パーソナリティの、現役の、人たちと、レジェンドの融合だったのに、唯一、もうやめますって言ってた。俺らだけ。今から飛ぶやつ。飛ぶやつ。もう本当に、やっぱさ、でも本当に日本放送を上げての55時間特番だからさ、日本放送の社長がさ、パーソナリティ一組一組にこう、そう。お祝いの品を持って挨拶しに来てくれる。もう、すいませんっておめでとうございますとか、頑張りますとかさ、じゃない感じ。何も言われへんからな。ほんとすいませんっていう。いや、だから、やばいで。やばいよ。俺ら。飛ぶって決まってるし、飛ぶわってある程度言ってるバイト先の新年会に行くやつなんか、行かれてるやろ。飛んでるな。どういうことやねん。だって、厚かましいどころの騒ぎじゃないの。行かれちゃってるよね。やばいよ。で、周りもちょっと、当たり前にそこに居すぎて突っ込めないみたいな。うわーみたいな。いやー、ねえ。罰が悪いですが、これはね、須田さんも言ってた。須田まさきも復活した、オールナイトニッポンで言ってた。同じこと言ってました。罰が悪いですって。おっしゃってましたね。そう、なんか。そう、須田さんは11ヶ月ぶりか。その、去年の春に、辞めますって言って、辞めて、やのに1年で帰ってきて、ちょっと罰が悪いわ、つって言ってたんやけど、しかし、クリーピーナッツが辞めると聞いて、その罰の悪さが分散した。いいぞいいぞっつって。だからその、みんなな、そうだよな、結構俺らが、そうだな、結構俺らがラジオ辞めんの、ね、リスナーの人とかも、はい、同じ並びのパーソナリティの人も結構ね、ありがたいことに悲しんでくれたりしたんやけど、須田だけ喜んでた。そうですね。須田さんだけが喜んでた。なんか本当はね。大悪党だ、あいつらはとか。大変遺憾です。ね、1年で渡したバトンを、その1年、いや、バトン1年で放棄して、賃貸契約でも2年は、ま、ありますね。信じられませんとか。確かに、賃貸契約でも2年だもんな。な1年は。本当だよな。須田さんが、4年 ?5 年5年だ。5年やって一部を、いろいろあって、俺らにバトンを渡す。で、俺らも、で、4年やった、ね、2部から1部にそこで、須田さんのバトンつって、ガーンって。須田さんとほぼ同じ理由でやめる。これは。なんか須田さんがそのみんなで罰を与えなくてはいけない。言ってたから俺ら。おかしいだろ。なんでや。おかしいだろ。いや、罰だったら一緒に食らおうよ。いや、な、それは一緒に食らわないから。一緒に食らわないから。連帯よ。一緒よ。やってることも一緒だもん。一緒のことやったから。うん。で、その辞めるって決まってるのに出てるし、辞めて、そう。さよならーっつって、そしたら1年も経ったのにすぐ戻ってきて。すぐ戻ってきて。すごいよくレジェンド枠。
すごーい。すなんて、すっごいいい席用意されて。そうやで。ねえ。白黒の写真で。ほんまや。福山雅治さんみたいな。あ、なんか。レジェンド枠みたいな感じで。罰を与える側で喋ってたけど。ねえ。わかんか、須田さんも一緒に。だよね。うん。ねえ。あの、日原社長が俺だと須田さんに罰を与える。そうそうそう。与えるとしたら。社長の命を受けた三四郎が俺らと、俺らと須田さんに、そうだ変な罰を与えに来るっていう。だるがらみ。だるがらみをしてくるっていうのがありますからね。そうですね。でも55周年、ね。あれかな、まず俺らは、EXIT のオールナイトニッポンに参加させてもらった。そうだね。久々に4人で集まって楽しかったな。ね、一緒にイグナッツという番組やってましたから、それの思い出話とかしたり。そうだよ。うん。でも結構熱い、最終的に熱い話。熱い話になるよね。終わってきましたね、熱い話。本当だよね。あっからもう3時間ぐらいいたら、でももっとやばかった。いや、もっとやばかった。熱くなるよ、ね。みんな泣いてたやろな。泣いてた可能性ある、ね。だいぶ熱い話してた感じ。そうなんだよ。久々すぎ、多分、こう、いろいろ積もる話が、いろいろあるからさ。あった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 。あったよね。うん。なんかもうほんまに、あの、放送終わってから、もうちょっとだけ、その、なんかね、熱い話の続きみたいなのもしたりしましたもんね。いや、ほんとだね。ブースの中でね。うん。熱かったな。いや、ほんとに、ミクチャの後のね、放送で、撮りたかったのに、俺ら結構居座って。スマッシュか。スマッシュの、なんか、アフターのね、アフタートークみたいなやつを、撮ろう撮ろうとスタッフさんがしてるけど、全然俺ら帰らず、ずっと熱い話してましたね。ちょっとまた集まりたいよね。ね。なんか、やっぱ刺激になりますね。本当だね。いや、最高ですよ、やっぱり EXIT は。いやほんで、ゆずさんとのコラボ。ほんと。ゆずとクリーピーナッツのオールナイトニッポンっていう名前すごい。いやすごい。すごいよな。ゆずとクリーピーナッツのオールナイトニッポン。ありがたい。想像してなかったっすからね。ね。これはありがたい。まあ、お互いストリート育ちですね。ね。ストリート育ちでしたね。ストリート育ちの、二人組。ね。ストリートミュージシャンでね。そう、ストリート、うん、カルチャーであるヒップホップと、ストリート弾き語りをしてたゆずさんと、ね、で、二人組でっていうね。そうだね。かなり。唯一俺ストリートでできない。やったことない。そういう経験ないかも。講義。ストリート DJ、俺ちょっと未経験。まあいやいや、講義の意味でのストリートよ。そうです。あ、本当ですか？そう。入れてもらえるんですか？カルチャーとしても全然。ありがとう、助かります。もうその、なんか、もうクラブも全部ストリートという、あの、計算でいくと。どうしようって、俺ちょっとずっとこうなんかあの、申し訳なさい。後ろめたさかった。別に、本路上である必要はない。ストリートという定義。これ弾き語りで、ストリートミュージシャンで上がってきたユズと、で、路上でサイファーしたアルと、部屋の中で、空調の効いたところで、ターンテーブル触った俺と、ちょっとなぁ。そうやな、DJ にちょっとフォークはないもんな。フォーク DJ は。そうね。フォーク DJ あんまり見たことないんだ。フォーク DJ、そう、あんまりちょっとあの、キックとスネア聞いてないじゃん。もっと聞かせてほしいから、こっちは。キックとスネアを。まあ、ただ、その、共通点がいっぱいね、それこそ、あの、インディーの頃にね、こう、日本放送に、見つけていただいたというのもね。本当、ね、ゆずもそうだったんだね。ね、それびっくりしましたよね。びっくりしたね。そう、始めた頃インディーで、しかも毎回放送後にストリートやってから終わってたみたいに。やばいよな。すっごい、想像できねえんだけど、ゆずが。で、あとさ、やっぱなんか本当にこう、まあ、なんか、こう、感じてることとか、うん、すごい共通するとこにすごいいっぱいあったよね。ね、その、わかるわかるみたいな。ミュージシャンが、こう、やっていく上で、この、なんていうかな、そこのバランスで、まあ、一発まずはぶち当たるところがあるみたいなんで、ゆずの二人からしたら多分クリーピーが今、おるのはそこのフェーズなんかな、みたいな、ね、先輩的に言ってもらえたりとかして、ね、ああ、まさしく。まさしくまさしくってね。本当に。よかったんだね。マジやれてよかった。ね、夏色もコラボさせていただいて。ね。いやあれは、ねいい感じ。ね、どんな感じ俺らもやったきりではあるから、その、まだ俺は放送確認できてないんですけど、うん、どんな感じだったのかな。結構、いい感じ。楽しくやれた感じではあるよね。ね、うん。そう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 。あ、そうそう、リハとかは、そう、本当にぶっつけ本番ですよ。リハはなしで。うんで、そのね、尺感とかも生感あったよね。ありましたね。なんとなく。なんとなくだけ決まってる状態でやってみるっていうのが。そう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 。ほんまでも一発で、あ、もうこれでいいっすね、みたいになる感じの気持ち混ざり具合で。ね、あれ楽しかったな。あれ楽しかったっすね。うん、あ、メールが来てますね。ラジオネーム、ヤプール。うん、
ゆずさんと一緒にやっていたオールナイトニッポンを聞きました。ありがとうございます。ゆずの二人が若い時に、ディレクターが湾岸署に出頭、パンツ一丁で頭に釜をつけてお台場を駆け巡るモーニング娘狩りなど、松永さんがロンドンでエド・シーランを探す会が霞んでしまうほどの強エピソードを持っており、クリーピーナッツはまだまだコンプライアンスを守った平和なラジオをお届けし、寂しい気持ちになりました。そしてそんなエピソードも生歌で全てがチャラになるアーティストの強さを感じました。ヒップホッパーは逮捕されると箔がつくと聞いたことがあります。上記から逸したいいなるものを示してほしいです。日本放送前でのパンツイート、これで丸の内警察にぶち込まれてください。よろしくお願いいたします。ああ、それでやっと有終の美を飾れるかもしれへんな、うんうん、なんかそれちょっとおこがましかったか、ゆずさんとなんか重なってしょ、その共感するみたいな、もっとやらんと、うん、やばいこと、まだ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 それそれ俺が日本放送前さパンツクッとするじゃん、うん、普通にあのスタッフのとかあるわ、どうぞどうぞやめろやめろ、いやまあでも一回警察来るまで待つか。やっぱここで確かにここで一発逮捕されたヒップホップアーティストとしても、うん、止めてくんないの、もうちょっと手前の段階でいけると思うんだけど、警察が来るまでの猶予とかあると思うんだけど、止めてしまうより、うん、しっかり豚箱に入って自分のやったことみたいなおい反省してもらう方が お前のためにはなるのかも知れない。あとパンツ食べると逮捕されるの。やばかな。効率的に。ああ、どうなんやろ。そう、そう、盗んで、俺、いや、俺、ほんとダメよ。俺、人のパンツを盗んで食べたら、それはあかん。いや、それは、それはある。俺って、豚子入れてくれ。そうやろ、それは俺、それはあかんやろ。絶対俺がなんと、何言ってももう、でもぶん殴って豚子入れる。ぶん殴っても警察。ただ、うん、自分が買ったパンツなのいいよ。え、それ、ああ、そうか。ああ、そうか。それいいだろ。え、それは、ええか。え、その、うん、俺が、自分の意思で、自分のお金で、買ったパンツを、自分で食べるのも、お前は止めるのか、うん、それは確か止める権利ないか。止められ、止められへん。止めないだろ、うん。やるよ。お前や止める、止める権利。やるんや。誰に迷惑かけるか教えてくれ。誰よ迷惑かけ、俺がパンツ食う、日本人前でパンツ食うだろ。お前が自分でお金出して買ったお前のパンツを自分で食うってことや、ね、いや食うだよ。歩き食いだろ、ただの。まあ、いや、まだ止まってるわ。まあ、そもそも。そうやな。もっと。別に、いいか。いや、いい。あ、じゃあ、ええか。オッケー。いいよ。あ、じゃあ別に警察のせいになることもないか。いや、周りの警察も、これは。まあ、そうやな。うん。これは誤報です。まあ、確かに、それやったらいいんか、自分で買ったパンツ食べる、うん。自分で買ったパンツ。ね、じゃあいい、じゃあ言うわ、言わ。声ははけられる可能性はありますけど。そう、確かに。あ、じゃあ何してるんですか、状況は詳しく。職質だけはされるか、うん。されるかもしれない。状況は詳しく聞かれる可能性がある。どうなるやろ、警察、ほんまに警察の人来て何されてるんですかって。いや、僕。おい！おい、ね、任意だろ、お前はい、今から撮りまーす今から撮りまーす、いやいや、今なんかパンツを食べて、今俺、インスタライブ始めたよ。今警察に、ちょっとカメラ、なんちゅう、カメラやめてください。国家権力の犬どもが、カメラやめてください。なんか、俺のこと使うと、お前任意だろ、そんないやいや、そんなほら、いや、なんか危ないよ。俺、ちょっと俺、みんな見てる時にさ、俺パンツ食ってるだけなんですよ。食ってるだけなのに、おいパンツ食ってんのがダメなんですか。いやいや、まあ、ダメではないですけど。パンツ食ってるのダメなんで言ってください。いやダメではない。その一回ちょっとおパンツ人が自分の体で買ったパンツを食ってるのを止める権利があるんですか。教えてください。うん、はいどうぞ321はい。いや別に、はい、悪くないけど。はいはいはい。悪くない。名刺もらっていいですか。名刺もらっていいですか。いや名刺とか、うん、名刺もらっていいですか。警察手帳、はい、まあちょっといいですか。いや別に悪いことはしてないと思うんですけど、なんかうんなんかちょっと荷物だけ。念のため、荷物だけ見してもらってもいいですか？そう、カバン中身だけ、ちょっとその。必ずですよ。いいですか？その、カバンの中ですか？うん、カバンの中身だけ。カバンの中ですか？はい。2位だろ！いや、おい、2位だろ！ちょっと。おい、2位だろ！なんか、カバンの中身確認しようとしてますわ。はい、なんか、これなんか、ちょっと、なんか、自分で買ったのに、自分のなのにな、自分のなのに、有楽町方面、カバンの中身パンツ入ってるだけ、パンツ入ってるだけなんですよ、男性用下着パンツ、これから食おうと思って、それはあまり備蓄してるやつ、それは、自分のお金で買ったパンツ、自分のパンツ、その多種多様ではありますが
その種類で言うと、その、多種多様の、形状で、形状で言うと、形状で言うと多種多様ではある。パンツだけが入ってるんですか、はい、パンツがあります。でもパンツの中も、のも多種多様ではあるので、なんかサテンっぽいのが映ってる。サテンだなとか、あの、なんかあの、ご自身で買って、自分で、ご自身で食べる用の。はい、あ、食べます一緒に。いや、いらないです。いらないです。いらないです。え、何が一番好きですか、あの、この、パンツですか。パンツの、パンツの。いや、食べたことないんで、ちょっとわからないんですけど、え、何が食べやすいですか一番その白、初心者に一番いいのって。シルク。シルクか。シルクが一番。コットンとかは、口の中水分結構持ってかれるんですよ。その、だからちょっと、意外と高めのやつが食べやすいです。なるほど。シルクの、結構お値段張るやつが食べやすいっちゃ食べやすいんですよ、結局。その安物の、コットンとかは、ちょっとね、ごわつくというか、いいコットンとか言うんですか。なるほど、ね。もういいっすか、あの、食ってるんで。いや、ちょっとね、あの、ね、ちょっとだけ食ってんすよ。だから自分のペースで、自分の食いたいパン作ってんすよ。いや、わかります、わかります。いや、帰ってもらっていいっすか、ちょっとだけ。あと今流れてます。いや、もうそれもいいや。いい、流してください。一回ちょっと、一回だけ、止めてるわ。一回だけちょっと書の方に確認。先輩、これって、なんか、罪ではないんですよね。一応ね、一応、ご自身で買ったパンツ食べてるだけなんで、え、多分大丈夫。うるせえな、ごちゃごちゃ。一応尿検査だけ、尿検査だけした方がいいですか、ね、すいません、一応尿検査だけ、本当に、念のため。いや、やばいって、そっちの方に、趣味、お前の趣味か、そっちの方に。いや、わかる。あれ、ほんと、パン、いや、ごめんなさい、その、パン作る文化で育ってないから、どうしても気になっちゃう。パンツやってんすよ。パンツやってんすよ。パンツ。これ最終回です。やばすぎや。これ最終回。どんな最終回やねん。初め中継 ?2 回目で中継。中継。警察乱入。警察乱入。でも逮捕できない。何これ気持ち悪い。日本語世代の敷地食ってればいいのかな、入ってこないんですよね。え、敷地何入ってこれない、山でも入ってこ、え、無理なんかな、どうなんですか、に入ってくる必要はないか、そうですよね、食べてる、食べてるパンツ、うわ、もう目むっちゃ気持ち悪いな、逮捕でどうにか逮捕したいですよね、何こいつどうに、俺が警察だったらどうにかしてあげたいなって、パン作ってるやもんこいつ、おい、そう、罪状がないんですよ、いや、引っ張れる罪状がないね、こいつを、おい、止めてみろよおい、うめえ、しかよな、どうにかなれへんから、お客さん、このパンツうめえ、ちょっと、むしゃむしゃ、うめと、うめえ、え、ちょ待って、なんかないかな、罪状、うまいわ、うまいわ、このパンツ、パンツか、めちゃくちゃうまいわ、え、マジでないねんな、今の日本の法律ではこいつを裁くことできへんねんな、今の日本の法律では、パンツ、自分で買ったパンツを食ってるやつ、そう、明らかに、そうそう、いいことはしてない。でも、悪いこともしてない。何これ何こいつ、どうしよう、うめぇ、うめぇ、どうしよう、な、これも、先輩、この多様性なんすかね、うん、俺らもやっぱ、そういうとこ目向けていかなあかんのちゃうかな。いや、パンツ食うわ、ちょっと。パンツって、ゲートドラッグなったりしませんかね、ここ始まりで、ここ始まるから、もっとやばいやつ手出してるんじゃないですかね。いろんな、うめぇ。お兄さんも一緒にどうすか、いや、ムカつくな、逮捕したいな、こいつ、え、じゃ、どうしよう、いや、一応デニム行ったら逮捕するか、デニムまで行ったら逮捕する、さすがにデニムはなんかいけそうじゃない、え、ムカつくわ、これずっと俺らの方向いて食いてます、デニム硬いっす、食えないっす、硬いっす、知らん情報も言ってきてるって、言ったことあるんや、じゃあ、あいつデニム何でも食うと思うなよ、ちょバーカ、ちょ、先輩ちょっと、パンツめ、先輩ちょっと、あの、もう柔らけ、もうムカつくが買っちゃってきてるからデニム食うとか言ってる、バカだな、デニム食うとか言ってる、そう、ちゃんと感情論じゃなく逮捕したいねんな、理屈でちゃんとこいつ裁きたいねんなデニムなんか食えるわけねえだろバーカ
バカじゃねえの。あ、もう無理や、先輩。デニム食うやつなんかいらないの。先輩、無理や。先輩。バカ、連れてこい、デニム食うやつ。先輩、無理っす、もう。明らかに食えねえの。今から俺、こいつ撃つんで。俺のこと逮捕してください。こいつももう無理。はい、先輩、手帳返します。警察手帳も返すし、俺、はい、先輩、今日限りで俺、警察やります。お世話になりました。今から俺、こいつを殴ります。で、まだいけるって、お前。ほんまにもう、ボコボコにしますんで。その後、逮捕してください。いや、お前、警察としてお前、俺、警察いや、お前、警察無理。もうすぐ才能あるって無理そうだよ。お前は、お前すごい優秀。右手で、行く。無理。もう日本に必要。無理。警察に必要。先輩、今から逮捕してください。俺今からこいつボコボコに殴るんで。殴るんで。ね、殴るんで。で、さ、3時になって終わり。最終回終わり。警察とお前のその、あれで終わり。何の執念でも呼ばれねえじゃん。どんな執念でも呼ばれない。金輪際呼ばれない。金輪際呼ばれない。晴れて、俺らが跡形もなく、うん、日本放送から消え去る。消え去るな。そんなことをしたら。消え去るな消え去るなあれ、ごめんな、一緒に消え去るけど。いやいや、なんで俺も一緒。まあでもそうやな。それを、俺はもう黙って見過ごしたわけやからな。そうやな。うん、消え去ってしまいますね。確かに、食ってるっていう人と分かってずっと組んでた。いつか来るよ。いつか来るか。いつか来る。まあ我々はね、跡形もなく消え去ってしまうんですが、うん、オールナイトニッポンのますますの繁栄を願っております。どの口が言ってる。それでは始めていきましょう。クリーピーナッツのオールナイトニッポン。まして、こんばんは、クリーピーナッツのアルシェです。 DJ 松永です。この時間は我々クリーピーナッツがお送りしてまいります。はい、お知らせです。うっす。3月に東京03の皆さんと開催するイベント、東京03フロリックアホリックフィートクリーピーナッツイン日本武道館、なんとくくっていいかまだわからない、両公演ともに、モニター裏体感席配信チケットを発売中でございます。はい。モニター裏体感席とはステージの様子を放映するモニターをご覧いただきながら会場の雰囲気を体感できる席とのことです。変態好きですか。まあそうやな、要は変態。変態この席に座るやつは全員ド変態。ド変態です。これは変態です。でもむちゃくちゃ変態です。だマニアには一番人気の席と今のうちじゃ。じゃあなんで残ったっけ。マニアこれはね、マニアこれマニアな。そう、マニアには一番人気の席やから、もう早めに皆さんね、皆さん、うん、速乾ですよこれ。急いでください。機材配置のためステージ及び演出は見えないお席となっておりますので、こちらが待って。いやこれ、いやじゃあマニア向け。マニアすぎる。逆にすぎない。逆にも見ないもう、ね、でも、もうあまりにもう通好みの席すぎて、もうここで見たって言ったら、なんつかその界隈でのあのプロップス支持が一気に上がる等の噂により今高額で取引されてる。なるほど、ね、裏であいつは本物、あいつ本物。何もあいつ03とクリーピーの武道館公演、機材配置のため全くステージとか演出見えへんけど見に行ったらしいで、それで楽しめるぐらいの、あいつはもうエンタメの、そのうそ、だからもう例えば2日間行くとして、うん、1日目普通の席、そう2日目変態席、うん、すっごいマニアック。それやばいやついるな。やばいやつ、マジで俺2日とも変態席やってる。めちゃくちゃやばいじゃん。本物一番ファンの中で崇められる。で、あの一般席あえてちょっと取らずずっと取る。変態席出るだろうって。ずっと変態席出るんだろうな。ちょっとトップオーター。トップオーターだな。03のトップオーター。トップオーター。これ全然席取らんねえけど大丈夫だろ、一般席でも受けてるよみたいな。音だけ聞こえりゃどんなコントしてるかも脳内で再生できるぐらいの表情も全部も全部わかる、全部頭にかぶ。そんな、モニター裏体感席のチケット価格は税込み6,000円、配信チケットは税込み4500円です、はい。配信期間は2023年3月26日日曜日の23時59分まで、アーカイブもたっぷりお楽しみいただけます。
で、ゲストとして、3月4日土曜日公演にはオードリーの若林正康さん、さくらあやねさん。で、3月5日日曜日公演にはオードリーの春日俊明さん、桃色クローバー Z の桃田かな子さん、両日の公演に吉住さん、で、ジェントルフォレストジャズバンド、佐久間信之さんが出演。そして吉田ユニさんデザインの公式グッズも注文受付中。詳しくはフロリッカホリックの公式ホームページをご確認ください。今作ってるけどもえげつないことになるんだ。これは楽しいですよ。楽しみ。これす、うん、稽古中、稽古中、今日も稽古でしたよ、うん、これマジで誰も作ったことがないよ。そう、おもろいさ、ほんまにね、そうなんよ。未開の地にね、大倉さんも03さんも俺らも、うん、そのジェントルフォレストジャズバンドの皆さんとも全員がやったことないことやろうとしてて、やったことないことをやろうとしてて、これね、すごい。大倉さんすごいな。いやマジすごいよな。俺その頭の中で考えてること、いやあれげつないな。あれげつないね。あれげつない。変態やな、やっぱ変態だよね、やっぱね、マジですごい。だからそれがさ、岡田さんの考えてることが前代未聞すぎて、そうね、それをこうみんなで咀嚼して作ってきたりとかする。うん、だからもうすごいの思いついてるなこの人と。そうだから やったことないからやっぱハラハラするけど楽しいですよねこれね。あの人も絵付けで全部その舞台の照明とかも全部さヘッドの思いついてることだもんね。すげえよな。やばいよな。やばい、やばいやばいやばい。いやほんまにちょっと皆さん楽しみにしてください。これはそして、番組がぶち終わった後にその熱量も冷めたであろう頃にぶち上げる、こちらまたド変態番組音楽イベントのお知らせです。はい、改めて異常なタイミングっすよね。番組が終わって、うん、3週間ほど経った後ちょうど冷める。これ冷めるよね。ちょうどなんかいろんなのが落ち着き、一旦落ち着く頃、落ち着くよね、一旦落ち着く。そう、ここから最終回までどんどん上げていって、で最終回も ね楽しくなるでしょうし、一番いい放送にしたいよ、うん、でその最終回終わって余韻を引きずって1週間2週間でラジオの魔法が解けて日常もうねタイムフリーも聞けなくなって日常に戻ろうかというタイミングで皆さんは熱を維持し続けられるのか。番組への本当の愛が試されるイベントでございます。いや、こんわむちゃくちゃ勇気あることするじゃん。むちゃくちゃ前代も、いや、これはでみんな、やろうと思って答え分かってるから怖くてみんなやろうできなかったできなかったから、みんな、もう本当番組の終わりを悲しんで、うん、ちゃんちゃんで、その後の答え合わせしないけど、この1年後とかね、うん、2年後とかは分かるけど、そうそうそう、この3週間ちょい後っていう一番生々しいタイミングにみんなが自分の道を歩き始めようとしてる時に、ちょっと戻ってきて、もう一回ごめん、もう一回ごめん、戻ってきて、ちゃんと冷めてる可能性あるよ。どうしよう、ちゃんと冷めてる、ちゃんと冷めてる、しかよ、でそこで冷めてませんかって、わ、みんな聞いてこなかったのよ。冷めてるってみんな知ってるから。やばいよ。あえて聞かなかったけど、歴史上俺らが初めて、どうですか冷めてませんかって初めて聞くやつ。めちゃくちゃですよ。すごい勇気あることしようとしてる。やばいな。こちらね、祝日比谷野音100周年クリーピーナッツのオールナイトニッポンプレゼンツ日本語ラップ紹介ライブ2023 in 日比谷野音。いや、結構大層だな。そう、音楽ライブなわけですよ、要はね。そうですね。番組イベントでありながらも音楽ライブ。まあ、こっから俺たちがじゃあ、番組終わってから進んでいく道の、確かにね、まずはね、一歩目を見てもらうというね。確かに。そういうことですよ。そういう、ありがとうございます。そう、こっちに、もう一回、3週間経って、もう一回確認やけど、俺らは、確認。そう、もう一回で確認するけど、確認。ええか、めちゃくちゃ。みんな違う道歩いてると思うし、ね、それで行こうってなったけど、もう一回だけ、俺らは、俺らはこっちに、全力でやるために、やるんだよ。やるんやで、って言って、俺のことまだ好きか。あるすぎ。別れた後にそれぞれの道行った別れた方がお互いのためだと思う。で3週間経って俺のことは好きか。ダル無視しよう、無視やろ、無視しよう、クソめえへら、無視しよう。いや、おいそう、こっちからお互いのために別れるや、お互い、俺も仕事頑張りたいし、なんか二人のためになれへんと思うねん、ズルズル言っても、って3週間経って、ね、久しぶり、俺のことまだ好きでいてくれてるか。
だるだるそいつだるやばい、やりぼくやそれ。三週間経って、三週間経って別のこと付き合おうと思ったけど、橋にも棒にも引っかかれんから、元カノ連絡して、元気かーって、久しぶりーとか、仕事どうみたいな、もうどうでもいいやつを送った後に、本当の中、まだ好きか俺んこと、って。俺はなんか、ちょっと飯いかんか、たまに思い出すね、お前。気持ち悪い。気持ち悪い。もうちょい我慢しろよ。もうちょっと、ラスト我慢。さっきね、何回も我慢できへんかったんかよ。情けねえ。情けねえ。ちょっと、部屋、荷物取りに行っていかんって。まだなんか忘れ物してたような気がする、お前。来んなよ。ついて来んなよ。10時ぐらいに帰るって。こちらね、こちらの、リオングラップ紹介ライブ2023 in 日比谷野音なんですが、ゲスト発表&、二次選考受付中でございます。4月22日土曜開催のこのイベント、はい、今回ゲストとして出演してくれる方が決定しました。はい。一組目は、エイウィッチ。エイウィッチ。エイウィッチ姉さんでございますよ。番組にも来てくださいました。昨年6月に出てくれましたね。で、早っ。え？そやで、あれ去年やで。もう、ちょ、もう6月？そう。去年6月に出てくれたの。番組に。でも、松永さん。そう、番組は松永さんいて、で、その前の昨年のなりわいツアーでクリーピーと共演予定やってんけど、松永さんがちょっと行かれへんかったんや、その。はい。そんで、ゴリゴリ来るな。そう。で、俺が、一人でやって、で、用意、で、ラジオには、二人揃った状態で、はい、エイウィッチさん迎えることできたんですけど、ようやく今回ライブとして一緒にやれるというね。いや、ほんとありがたいね。まあ、ライブやっと。やっとできますからね。ねえ、ありがとうございます、ほんと。マジ説明不要ですけどね、もうエイウィッチさんは、まあ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 、ね、今の、日本のヒップホップをもう代表する顔の一人ですね。本当ですよ。もうその、なんでしょうね、その、まあ、全部やばい人です。もう曲も、曲もキャラクターもリリックも、まあライブも、全部エグいラッパーですね、エイウィッチさん。それ全体的にやばいぞ。全体的にエグい。これはね、で、お客さんはもちろんやねんけどね、同業が一番食らうな、やっぱエイウィッチさん見たら。なるほど。マジで。なんでそんな、普通のラップのタイトなうまさもあれば、そのライブならではのバイブスもあれば、まあまあ、そもそも曲がバチバチいけてるからさ。確かに。なんか、資格なし。資格、確かに資格ないよな、資格ないよな、資格ないんよ。なんかもう無敵かなとかない。エイウィッチさん結構今無敵やな、もう。無敵モード入ってるよね。いや、んで、そのエイウィッチさんと、そしてもう一組、スカイハイさん。スカイハイ。スカイハイ。音になりたくないの、ね、マジでもね、確かに日高さん、昨年8月に、来てくれたんですけど、こちら番組ゲストに出てくれた時に、松永がゲストに休みすぎだろ俺何回休んでんだよ俺この時ごめんごめん、この時めっちゃ熱い話を、日高さんがしてくれて、それこそ松永さんにぜひ聞いてほしい話とかもしてくれて、だからそうやったね。その時期ちょうど松永さんハンサムアレルギーみたいな話で、で、あ、そうか、俺、そう、ストーンズのジュリ君の時もけえへんかったし、日高さんの時もけえへんかった。ちょっと男前と並ぶのがなんかちょっとあれかなみたいな。ね、今日ゲスト男前なの。いや、そう行きたくない。なんで言ってたよ前から。これでも日高さん、でもほんまそうよ、大人になんかなりたくないっていうのを体現したような、実は日高さん、ずっとね、無邪気にね、とてつもない規模のことをいっぱいやりまくるタイプの人であります、日高さんは。ね、AAA 大人気アイドルグループをやりながら、ソロラッパーとしてむちゃくちゃアンダーグラウンドの活動をする。で、今ではもうプロデューサーに回って、でかいプロジェクトを動かすという。もうなんやろな。もう次々いろんな新しいことを挑戦していく、まあアーティストとしても、その経営者みたいな視点でも、もうどんどんなんか、想像してないところに広がっていってるのが日高さんですね。確かに。バリバリだよな、もう。バリバリですよ。バリバリですよ、ね。そんなスカイハイさんと、エイウィッチさんを迎えて、スリーマンでの開催とさせていただきます。はい、で、
現在ね、二次選考の抽選受付中でございまして、はい、申し込み多数につき二次選考からは立ち見席も開放。おお、これはこれは真正面から、これはちゃんと見れます。これは真正面から、これは見れます。これは裏じゃない、機材裏、そう、ヤオンの裏ではない。これはノー、ノー変態者。ヤオンの裏はか、道路はやりだした。日比谷公園席。日比谷公園の中。日比谷公園の中。日比谷公園席。金取んなよ、そこ。指定席は21日火曜日23時59分まで。で、立ち見席は26日日曜日23時59分まで申し込み受付中。はい。指定席は税込み8250円、立ち見席は税込み7700円でございます。はい、立ち見の位置は会場後方となります。後方、うん、全然こんぐらい、これ後方ぐらい、全然、うん、全部後方ですからね。裏にちゃんと見えるよ、全部見える、全貌が見えます。改めて裏ってやばいよな。裏です。詳しくはイベント公式ホームページをご覧ください。裏ですか、どんな席やね。マジで変態さ、誰が変態考えたのマジで、意味やから。まあでもね、うん、まあそうそう、まあだからまあちょっと番組もあったけど、3週間経ったけど、久しぶりにライブやるから見に来てやっていうゲームテンション。久しぶりにライブやるから来てやって、なんか急にふと来た瞬間に LINE で、そう、急にポン、もうポンって、久しぶり、元気かみたいな、久しぶりにちょっとなんかお前の顔見たなったからライブ来てやで、ライブの後なんかよかったらちょっと飯行くから、行こうや、みたいな。ちょっと相談乗るし、なんか、あったら困ってることあったら。困ってますね。うん。いつでも力になるし。いつでも力になるしさ。元気か。なんか新生活もなんか、友達から大変そうやってのは、うん、聞いたけど、うん、なんか、うん、どう？彼氏とかできたか？できた？俺はまだやねんけど、彼氏できた？彼氏できた？新しい。終わって終わって。むちゃくちゃムラムラしてる。むちゃくちゃビンビンじゃねえか。やばいや。俺はステージ立った瞬間に。最近皆さんどんなラジオ聞いてますか？これは同意やから。同意、今のと。彼氏できたと。最近、一番好きなパーソナリティ誰？最近好きなパーソナリティ誰？最近の神回教えてください。生放送です。メール募集しましょう。受付メールアドレスはクリーピーの C、ナッツの N を取って CN アットマークオールナイトニッポンドットコム、CN アットマークオールナイトニッポンドットコム。番組聞いての感想、我々の質問何でもいいので送ってください。先週のスペシャルウィークで松永の不要品をリスナープレゼントにしてましたが、まだまだ余ってるので、はい、今後クリティカルが出たらプレゼントしていきます。なんでクリティカル何をもってしてくれてからメールだの。ぜ、え、うん、コーナーは、コーナーメール、うん、リアクションメールの、うんうん、全部すべて。そう、そこの、そこでクリティカルが出た場合、クリティカルプレゼントいたします。なんだよ、クリティカル。ということで、クリーピーナッツのオールナイトニッポン、ぜひ最後までお付き合いください。クリーピーナッツのオールナイトニッポン、この番組は、セブン&アイホールディングス、ボートレース振興会、ガチャガチャの森、日本電気ガラス、下花物流、ブルボン、エイブル、種の滝、ワンカップ大関、UACJ、信用金庫、以上各社の協賛で東京中楽有楽町日本放送キーステーションに全国36局ネットでお送りします。はい、これ一曲聴いてください。あられで Your Puzzle。 クリピナッツのアルシェです。リージマサナです。ラジオネーム3タイガー。パンツ、スペース食べる、スペース法律で検索しても出てきませんでした。日本の司法は穴だらけだ。悔しいな。そんな日本の法律完璧じゃないですよ。穴だらけです。パンツは食えます。いや、俺正義のために警察官になってんやけどな。なんでこんなやつがのさばってんねマジで。ご苦労さん、ご苦労さん、警察する、法律変えれない。くっ、俺パンツ食べる。くっ、なんであんなやつ、おいしい、おいしい、なんであんなやつ捕まえられる。見て見て見て、おいしい。いや、いつもおいしい。俺も若い頃そこにぶち当たったんだよな。俺も最初はキラキラな目で悪いやつ全員捕まえるんだっつってたんだよ。お前も悔しいだろ。みんなそうだよ。みんなあいつ捕まえられねえんだよ。今の日本の法律だよ。先輩でか、先輩でか。
ま、うまー。みんなあいつ捕まえらんなくて、全員それで諦めたんだよ。パンツうめえ。今絶望してんだろ。うますぎるのパンツ。今警察に絶望してんだろ。パンツうめえ。ようこそ、警察官へ。パンツイーター。パンツイーター捕まえられない悔しさを経験してからが、一人前の警察官やから。最初、ぶち当たる壁だろ。そう、ぶち当たる壁。裁けない。法律では裁けない悪がいるっていう。そんな奴のために、やっぱ、丸の内署は、まあ、これが通過儀礼と。そう、ここが通過儀礼。で、そんな法で裁けない大悪党のために、日本放送は三四郎という、仕置き人を、パニッシャーを用意してる。パニッシャー？そんな法で裁けない奴のために、法でダメなら、うん、それやっぱ法の外から攻め込んでもらうという三四郎に。三四郎のやってる行為も法には触れないから。変な絡み方してくるっていうだけ。だるがらみ。だるがらみという。確かにだるがらみって法で裁けないのには法で裁けないので対抗する。それが三四郎。金曜日よりの使者。三四郎。怖急に怖いやん。三四郎。怖そう。うん。そう。だからそれが続いてる理由。三四郎が。めちゃくちゃやばい理由じゃん。法で裁けない悪が出てきた時に、ね、あれだ、秘密裏に処理してくれるのが三四郎。あれだ、そっか、オールナイトニッポンパーソナリティの秩序を、そう保つために必要なんだ、ね、絶対悪として。そう、それ、絶対悪絶対悪。必要悪だけど、絶対悪。必要悪だ、三四郎。あ、ごめんね。絶対悪であり、必要悪で。必要悪であり、絶対悪。三四郎が。名前も浪人っぽいしな。浪人っぽいな。侍っぽいしな。三四郎。放送内の自警団みたいな感じか。自警団。それが三四郎。三四郎か、怖いな。だから、この55時間スペシャルでみんな、その、お祝いの品社長からもらったやん、うん。三四郎だけ別のもん渡されてたと思うな。リストみたいな。やそう、次は、今月処理してほしい。奴らのリストを社長からもらって、で、そのリストに三四郎二人火つけながらタバコ吸って、めっちゃ怖い。社長勘弁してくださいよ。今年も多すぎでしょ。怖っ。今年何人目なんですか。怖っ。俺らが勝利するの。明日も営業なんですから勘弁して。皆さんだ。明日も営業なんですから。あんま夜遅いの困っちゃうな。いや、むちゃくちゃ怖いよ、そん時。めっちゃ怖いよ。その時の小宮さん、マジで。めっちゃ怖いか、その時の小宮さん。うわ、逆に怖いかも。めんどくさいなー。めんどくさいなーって言ったら、殺すんですよ。そう、殺す。怖っ。怖っ。まあまあ、しょうがねえ、バチボコいっちゃおうか。そこで出てきた言葉やか、バチボコって。バチボコ、じゃ、バチボコ超不気味そう、バチボコって一番怖いから。一番怖い。そう、それをコーナーにしてんだよ、あの人。うわうわ、一番怖いじゃん。社長、今月誰バチボコ行ったらいいんですか？うわぁ。バチボコってもっと俺ポップな。うん。殺し？そう、もう。殺し？それのことを、その。バチボコって。そう。バチボコって言って、この、隠語として使ってるから。うわぁ。そうなんだ。で、三四郎ちゃん、今月もこの子、ちょっとこの子最近目立ってきてるから、バチボコでお願い。バチボコですか、また。めんどくさいな。うわ。どう間、収録終わりとかに行ける。まあ、行けるね。もう、でももう今月もう4人バチボコしちゃったからな。めちゃくちゃ殺してるじゃん、じゃあ、歴代のパーソナリティもやっぱ。行かれてる。バチボコ行かれてる。ラジオネームずっと春休みでいいのに。会いたいの？うちも会いたい。あら。でも条件。何？うちの好きなとこ。15個言ってじゃないと合わないから。うわぁめっちゃくせぇ。いや、ほな、ええわ。おいほな、ちょっと、ええわ。なんか、うん。え？じゃあ、ほな、ええわ。ちょ、じゃあ、ほか行こう。ほかの、ほかの、最低。最悪。あいつは結構、今まだ普通の友達やけど、こっからちょっと展開ありそうやから。最悪。なんか、ごめん、なんか、え？あ、15、なんかそういう。好きなんです、だって、会いたいって言ったじゃん。会いたいって言ってる。会いたいの？うん。いや、うちも会いたいよ。うん。でも、好きなところ。で、まだ好きかって聞いてたうん。なんかな、その、そういうな、15個とか、そういうとこが嫌やって思い出した。そういうとこが嫌で分かるから、お前と。最
そうやった、そうやった。そうや。地獄。なんか、地獄。あ、え、いや、ごめん。あったら言う。あったら教えるわ。15個。そっちにしよう。そっちにしよう。全然。あったら言うわ。信用できない。あったら教える。全然信用できない。15個で足りるかな。全然信用できない。全然信用できない。全然信用できない。ブロックです。かわいい、綺麗、美人、タイプ、好み。じゃあもうこれで5個いけるか。クリーピーナッツのアルシェです。 DJ 松永です。この時間クリーピーナッツのオールナイトニッポンをお送りしています。はい、この間我々須田さんの武道館に、はい、行ってきましたね。行ってきましたね。うん、客演でね、はい、出させていただいて、まあ、サプライズで、はい、そうなんですよね。クワイエットジャーニー、武道館公演、須田さんの初の武道館公演で。本当だね。ね。ずっと回ってきて、そこで武道館でってことで、で、まあ、サプライズで我々アンコールで出演。いや、ありがたい。サプライズでアンコールで、その大事なところで。大事なところでな。いや、ほんま、やっと、やっとね、このラジオきっかけで生まれた楽曲。そう。あれね、3年前かな。3年越しに、その、本当だね、日曜日よりの使者とサントラを、ね、満を持して、いや、ほんといらんか、いろいろ感無量だったね。やばいな、客、お客さん前で披露の初披露が武道館っていうのがまた、本当に。これやっぱまた、なんやろな、なんかいろいろ巡り巡ってそうなったけども。なったよね、うん。なんか全部回収されたくなったね。いや、ほんまそうですよね。作った時も、まあ、ゴリゴリコロナ禍でさ、うん、作って、うん、このラジオきっかけに作って、で、まあ、フェスでやりたいね、なんて言ったけども、うん、なかなかそういうタイミングを巡り合えずでね。できず。だからお客さん的にももう、で、俺らもラジオ終わるし、うん、もう見られへんかな、みたいなタイミングで武道館でサプライズやからね。これはぶち上がってくれたんじゃないでしょうかね。ね。だからやっぱだいぶ気つけたやん。リハ終わってからさ、一回時間空いて帰ったけど、そうだね。もう一回入ってくる時とかさ、うん、やっぱサプライズやから。お客さんいるもんね。おんね。会場の周りに。そうそうそう。もう俺らがもう一回入ってくる時にはもう、お客さんがもう、もう武道館までいっぱいおるから、で俺だいぶ気ぃつけて、まあ一応見えへんようにはなってるけど、タクシーの後ろですごい、こう鏡ながら、入ってきたら警備員のおっちゃんにバッて止められて、うん、って言われて、で一応その、出演者です。関係者、え？いや関係者、あんたというか出演者なんです。出演者って。お名前、お名前言ってくださいって言われて、で、ちょっと待って、お客さんいっぱいおる。で、そのおっちゃんが、その、別の、その警備員だ。ちょっと、今確認してるから、ちょっと待ってつって。やばいな、このおっちゃんと思いながらも、一応言わな、多分、通られへんから。だいぶ、通られへんから、一応その、ちゃん、あれ、クリピーナッツ。はい、え、クリピーナッツさんおっちゃんバカバカおっちゃん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 頼むわ頼むいろいろ頼むわいや、気のせいやと思うけど、何人かお客さん、うん、私の思い、ちょっと、おっちゃん。どう、いけた突破できたあのおっちゃん。でも俺もその工程あった。そうやろその、実際に入るとき、その関係者ですって、誰ですかって、あ、クリピナッツ。あ、クリピナッツさんですねって言ったけど。ちょ、若かったからかな。いや、かも、なんか、どうぞこちらなんとなく察してくれたんかもしれない。こちらどうぞ。おっちゃんからしたら関係あるへんから別に。お前がクリーピーナッツだろうが。誰を知らんし。知らん、今から知らんやつが来て入ろうとしてるから、それは仕事として止めなあかん。そうで、その、警備の相方にも誰が今から行くか知らせなあかんから。クリーピーナッツさんちょっとこっから、クリーピーナッツさん。おい。サプライズ、サプライズだね、今日が。おっちゃん、いや、これ難しい。いや、それ難しい。誰も悪くないんだよ。誰も悪くないから。俺が一人で全部待ってて、おっちゃん、ちょっと待って。おっちゃん、これが一人で。全然いいやけど、ちょっとな。しかもね、動線的にさ、そう。入り口のところと、その関係、お客さんがな、そういうところな。裏口がもう、近いんだよね。近い。しかも、そのところをぐわーって通んないといけないじゃん。行くねんな。あれは逃げらんないんだよ。あれは逃げらん。あれは。あれやばいよな。ヒヤヒヤした。まあでも、まあなんとか、なんかまあ何人かがうんと思っただけで、まあほら、見に来てるっていうパターンもあるからさ。ああ、関係者で。確かに。ライブを。確かに、それはそうだわ。そんな、関係者席すごそうだな。そう、すごそうやから。うん、まあまあ、だがまあ行けるかって感じで、で、実際、ね、始まったら、まあ、すごいいろんなことあって、だけどやっぱ印象残ってんのはあれか。
平子先生か。平子先生だよね。平子先生やでな。先生、もうほんマジで盛り上げてたな。あれやばかったよな。ちょっと説明いるんやけど。必要そうか、説明が必要だな。全然わからないな。須田さんのライブは、まあ、あの、万事問題なく、もうぶち上げ盛り上がりでやっててんけど、まあ、今までの須田さんのライブ演出で、これまでのツアーとかでも、3年前のライブとかでも、その幕間映像で、平子先生というね、アルコ&ピースの平子さんが、ね、もう皆さんも大体わかると思うんですけど、そのアルコ&ピースの平子さんが、ボイトレの先生として、この、須田さんに、この、歌の、なんか、練習を教えるという、そういう、須田さんとこの、がっつりこの、なんていうかな、バキ打ちするっていう、須田さんを詰めまくる須田さんをバキ打ちするっていう幕間映像がずっとシリーズとしてあって、あったんだよな。そうそう、そこも武道館バージョンというかね。いやーね。そう、だから今回も別にその幕、あの映像で出てくるでもよかったんですが、今回はその生でその平子先生が登場するという。ほんで、しかも曲止めてね。やばい。イントロ途中で、ちょっと止めて、何とか言って平子さん。あれやばい。須田まさきでワンマン武道館で。ちょっと待って、止めて、何って言って、やれる、やばい。やばいよ、ね。やばいだ、あれ。知らないよね。あいげつないよな。ひもったまえぐいよ。ひもったあれさ、誰もできないよ。でもやっぱすごいのが、何や、止めて、平子さん出てきた瞬間、爆湧きね。いや、そうなんだよ、ね。やっべえ。そう、なんか、ええとか、何じゃなくて、もう平子先生が登場した瞬間、お客さんがドカーンみたいな。待ってましたみたいな。ほんと。いや、すごかったよ。やばいよね。やばかった。なんかもう、すごい、なんか、もう、このファンの皆さんの平子リテラシーの高さ。ほんと、そう、平子リテラシーが、そうそうそう。平子リがどんなものかっていうのがもう、すごかった。そう。で、あり、見たこともない景色止めて、出てくる。あのイントロ止めて、で、てかもう歌い出してたっすよね。どうしてって、止めてって音全部止まって、平子先生出てきて、デビュー曲よ。デビュー曲を武道館で、ようやく武道館でやるデビュー曲を頭、イントロで止めて、出てきて、間違い探し後の見たこともないけど。あれよね、ありえんやろ。間違い探し後の見たこともないよ、止めて。そう、間違いな探しで完全に感動的にみんなが聞き入って、こっからぶち上げますかの見たこともない景色をイントロで、ちょっと止めて。やばい。いっちゃん止めたらあかんから、ライブの流れ上、あそこ。やばいよな。やばいな。やばい。あそこ、ネジ飛んでないと一番入っていけないポトコで。そう。ほんまネジがね、飛んでないと無理なんですよ。あそこを止めるっていうのは。ね。で、本番前の平子さん会った？いや、会ってない。いや、俺も会ってないねんな。会ってない。なんか、話に聞くと、うん、なんか膝ブルブルしながら、ふわっ。楽屋から、まあ、そりゃな。とんでもなく緊張してくる。いや、で、だから、え？いや、逆なんちゃう？え？で、絶対、いや、平子さん逆やと思うで、確かに、一人で無茶ぶるいなのか、それか、一人の時はそれあるけど、絶対見せへんやろ、周りの人間に、その、膝がくぶるの様子は。絶対に見せないよ。見せないやろ、絶対、あの人。見せなさそうじゃない。だって、俺思うんやけど、平子さんの、あのな、スタイルとか、あの感じって、やっぱな、ラッパーに近いと思うねんな。人前で弱みを見せない。で、ずっとボースティングしてる。基本ボースティングや。平子さんってボースティングじゃない？確かにボースティングしてる。あの人の芸風って。あ、確かにボースティングだ。ボースティングして、強く見せて、で、ちょっとこぼれ出た弱いとこみんなに突かれたら、めっちゃ可愛いみたいな、超ラッパーじゃない？めっちゃラッパーやん、あの人と。確かに。なんか、平子りってね、ラッパーで言うところのボースティングなんかもしれへん。かまし続けるっていう。もう平子さんでも大変そうだなと思ったのが、平子さんが、用意されたが一番ステージから近かった。須田さんと俺らより、ステージ近くて。いや、これ、すごい。これ、しかもなんかマネージャーも連れてこない。マネージャーいない状態で、一人で、ラッ
パーすぎる。何やってんの、何してんだ、何してんだ、どんなことをしてんの、何なんだよ。で、それ止めて出てきて、で、あの、一連の、その、言うたら、あの、そんなもんか、お前の歌は、みたいなんで、うんうん、須田さんを詰めてっていうのが、なんだけど、須田さんの顔もやばかったよな。うん、やばかった。マジさ、やっぱすごいんやな、すごい。一瞬でほんまに怒られてる小学生みたいな顔見ね、と、須田さん。ほんとにな。俺ら、一人で。その演技すげえ。やっぱすげえやな、須田さん。須田まさきっていう俳優やばいんやな。やばい。あそこで、そう、ライブ中にそんなスイッチ、普通やっぱ入んないっつうか、完全に、な。いや、ほんとになんか、ほんとに怒られて困ってる顔とか、え、ちょっと次やってみますの顔とか、あ、これでもダメですかみたいな顔とかが、全部違うの。やばすぎやろ、あの機微が。こんなミリ単位の機微が全部取り伝わるよな。すごいよな。で、最終的になんかその、いや、客が悪いっすとか、津田さんが言い出して。それをむちゃくちゃだよ。で、平子さんも客に、お客さんに怒って、お前ら3年間、その、なんか声出せなかったのが、やっと武道館で出せんのがそんなもんか、みたいな。なんか、もっと溜め込んだもん、なんか、なんか、エルレのライブの MC ぐらい熱い。なあ。パンクロックレジェンドみたいな。そうそう、レジェンド、ロックのレジェンドみたいな MC してたよな。KJ みたいな感じの。お前ら逃げ込んできたんだろ、ここに、みたいな。KJ さんやん。ドラゴンアッシュやん。いや、マジ、ロック。細身やん。細身やん。細身の厚さは。マジで。古谷か細身だよな。古谷細身平子だよ。古谷細身平子のライン。平子、いや、マジで。めっちゃ熱い。激熱、ほんまに。いや、マジ、ロッキン鳥だよな。ロッキンの鳥の MC。ロッキンとグラス。みんな、号泣クラスの MC を。いや、マジで。3年間溜め込んできたんだよな。そう。お前らここ武道館に逃げ込んできたんだろみたいな感じで、もうなんかその、そうか、アルコ&ピース、アルコールと平和っていう意味らしいな。ロックでもあるんか。ヒップホップでもあり、ロックでも。なんなん？なんなん？何、どこがお笑いの人やねん。すぎるやろ。で、それで、なんか、いや、逃げ込んできたらお前らもっと声出せるよな、つって。で、その、どうしてせいって、どうしてって武道館全員と、コール&レスポンス。声出し解禁になってるから、その、満場の、武道館をずっとその、どうしてどうして、そんなに、そんなに、走れるの、走れるのっていうのをやって。すごい、しかもさ、本当に、あれ、あ、じゃあ、R、まだやってないじゃん、こう。だ俺先越されてる。先越武道館のコール&レスポンス、平子さんに先越されてんだよ。めちゃくちゃ越されてる。むっちゃ悔しい。俺、武道館でさ、2回今までやったけど、その2回ともできなかった、満場のコール&レスポンスを、目の前で平子さんに、目の前でかっさらわれる。目の前でかっさらわれる。できないっていう。で、平子さんすごいの、本当に。1階席 ?2 階席やってた。で、3階席完全にコントロールして。で、全員。味わいすぎだよ、そうって。マジで。で、それでバーンって盛り上げて、で、なんか、な、その、今お前らその歓声が何になんだよ、みたいな。日本の風になんだろうとか、いや、完璧な MC やねんな。曲振りとして細身ね。ね、細身 MC、完璧なる細身 MC して、で、曲バーンってなって、平子さん戻ってきて、みたいな。で、舞台袖で俺らお会いしたよな。うん、その、もう、もう、ぶちかましたての平子さんに会って、で、俺らは割となんていうの？その、あの、平子先生じゃなくて、アルコ&ピースの平子さんに喋りかけてるな、その、めっちゃおもろかったっす、みたいな。お疲れ様でした。お疲れ様でした。めっちゃおもろかったっすって言ったのに、なんかその、まだその平子先生のまんまやから、そのなんか、ずっとボソボソで、なんか、あ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、俺ら、とか、何言ってるか聞こえ。で、よく耳すましたら、なんかずっとなんか、もう、温めてきたからよ。あとはお前らが踊らすだけだ。あとは温めてやったからお前ら大丈夫だ。行ってこい。踊らすだけだ。なんか、武道館ぐらいがサイズ的にちょうどいいな。やつや。スイッチ切れ。アリーナやり倒してるやつだ。本当に。細身やろ、ほんまに。細身だった。なんかね、あの、平子さんじゃなかったから会話できなかった。そう、会話で、全く俺らが、できなかったよ、ね。おもろかったっすとか言ってんのに、なんか、武道館ちょうどいいサイズだよとか、なんかその、海外とかやりまくって、で、やっと武道館をその、ちょうどいいって言えるっていう、その、全然スイッチ切ってないのな。むちゃくちゃ
気持ちよそうな顔。あれは気持ちいい。背中、なんか、に、ルンルンって書いてある。ルンルンって、ルンルンって書いて小さく、なんか、スキップでもしながら、帰っていったよな。スキップしてた。で、それぶちかまして、そっから何十分かして、まあ、アンコール、うん、で、俺らが登場になるんですけど、うん、まあ、俺らはやっぱその、まあ、初披露でもあるし、まあ、武道館、しかも、クリーピーとしては今年初舞台や。いや、初。もう、は、そうそうそう。俺、は、そう、1月やめなかったから、今年の初クリーピーが、須田さんの武道館のアンコールで、初披露サントラ日曜日の客演ってわけですよ。そうなんすよ。な、だから俺らも割と、よしよし、緊張もしながら待ってたら、そのなんか、腕組んだ平子さんがその袖までなんか、ゆっくり歩いてきて、生きたリリック刻んでこいや。すごいな、ずっと。いや、もう。もう出番終わってんねん。もう終わってんのに、まだ先生のまんまや。なんか、ずっとなんかリリックって言葉を使ってるんだけど、ずっと付け方、ちょっと間違っちゃう。ちょっとな、なんか。ちょっと間違っ生きたリリックでいけ、とか。いや、なんかな。なんかじゃ、いや、使い方微妙に間違ってるような気がする。ま、ずっとな、先生のまんま。行ってこい、だから送り出されてな。うん、俺も須田さんもめちゃくちゃ間違えて。めちゃくちゃ間違えてよ。間違えてた。間違えた。間違えてた。間違えた。俺、シャララ早めに終わってしまった。日曜日のね。そう、日曜日の方間違えた。まあでもね、なんかめっちゃ多分初披露ってこともあって、すごい、なんやろな、盛り上がってくれてね。めっちゃ楽しかったよね。いや、楽しかった。ほんまに、なんかライブ自体はすげえ、いい、やっぱええな。うん。ちゃんと完全体で、やれたサントラと日曜日よりの使者。すごい、いい。いや、よかったな。ね。なんか本当、報われたというかさ、ここまでやれてこなかったのが全部。ね、いや、ほんまにほんまに。いろいろ思い出しますよ、いろいろね。いろいろ回収されたよな、その3年間の間の。めっちゃ熱かった。ライブ、福田さんが初めてライブの感想言ったの。初めて。俺らのライブ散々見に来てるはずで、一回も感想言ったことない福田さんが、初めてよ、よかったって。初めて言ったな。初めて言った。福田さん、ほんまに緊張してたから。やっぱその、平子本当だよな。平子さん緊張してたけど、うん、福田さんがむっちゃ俺らの楽屋くんで、そう。福田さんがすごいなんか、なんかすごいなんか、これ、管巻いて、ちょっと話は変えて、またもう一回来て、管巻いて、帰ってきて、もう来て、3、4回目ぐらいには正直自分から、いや、俺今緊張してんだよ。自分から拍手をしてて、してんだよ。俺緊張してるさ。なぜなら、その、平子さんは福田さんの前で全く緊張してる姿見せへんねんって、当たり前みたい、余裕みたいな感じしてる。で、そうかそうか。で、福田さんも平子さんの前で、まあ、大丈夫でしょみたいな感じで。二人ともラッパーやねん。で、二人ともその、かまさなあかん相手同士の前では緊張してるとこ見せずに、その、気を許した後輩のとこ来て、めっちゃ緊張してる。どんなことやねん。ボースティングして。ボースティングして。よう考えたらその、生きたリリック刻んでこいの、その、もう、緊張してた舞台が、ぶちかまし成功で終わった平子さんは、当然腕組んで、俺らに、その、生きたリリック刻んでこいよ、やけど、その横で、福田さんフード被ってポケットで突っ込んでて。俺も野球が回ったな。なに気にすることはね。身から出たサビってどこよ。タバコあるか。なあ最後に聞かせてくれよ。間違いねえや。クリーピーナッツのオールナイトニッポン。クリーピーナッツのあるしてです。DJ 松永です。ラジオネームダイヤモンドは動かない。平子さんはボースティングするすごい人なのではなく、ボースティングをしないと死んでしまう逆マグロみたいな存在。なので、彼にとってボースティングとは生態活動の一部なんです。なるほどな。ボースティングし続けないともう死んじゃうんだ。泳ぎ続けないとそういうことな。ただラッ
バーもそうやからな。いや、そうなんよ。いや、スイングし続けない。なんで俺らが、ね、そう、かます、強がるかって言ったら、そうしないと立ってられないんですよ、アッパーが。固定し続けないと。そう。でもやっぱ、終わった後も、おい、マジで平子さん、いつまでスイッチ切らんのやろな。だって、終わって、ライブ終わって、20分ぐらいして、もうみんな帰るとき楽屋、挨拶みたいな、あるやんか。うん、で、わざわざ、その、俺らも帰る準備とかいろいろしてるとこに平子さんがクリーピーの楽屋にバーって訪ねてきてくれて、うん、普通に俺らはもう終わりやと思ったから、さすがにね。お疲れ様でした、ってさ、なんか、ハーコースタイル、うん、脳天ぶち抜かれて、ディープだった、とか言って。いやいや、たぶん。言ってたね、平子さん、その別に、ハーコースタイル、ハードコアでもあんまなかったし、俺らのは。その、ディープ多分ドープって言いたいんですかねとか。ドープですか言いたいのは。そうそう、ドープだった。ハーコースタイル。で、なんかこう、うん、それだけ、つってバーって振り向きざまになんか、ウエスサイだったね、今日、とか。全然違うから。全然ちゃうから。帰れよ。どこがやの帰れ、スイッチ切れよ。全くスイッチ切れへん。全く全然切れてない。まだ切れてない可能性あるよな。まだ切れてない。あんな気持ちいいの切りたくないよ。確かにあのスイッチ俺も切れへんの、あんな気持ちいい。切りたくない。ほくほく、あれは。いや俺やったら寝られへんもん、あの日。あんな最高のかまし方したらさ。でも平子さんと同じぐらいトップコートの社長もスイッチ入ってた。そうや。須田さんの事務所の社長ね。トップコートの社長ね、が須田さん、うん、平子さんと会って喋って泣いてたから。最高でしたって平子さん。平子さんと社長が喋ってて。なんでやん。社長が平子さんに泣きながら感謝してた。いろんな歴史がね、とか。やべえ、最高。やばすぎる。やばすぎる。やばすぎる。いや、すごい世界だったな。最高だった。そんぐらい素晴らしいね。素晴らしいな。いや、ほんまね、でもそんぐらい素晴らしいライブでしたよ、あの、須田さんの武道館は。うん。うん、そうそうそう。みんながもう声出しもね、始めれたし、うん、もういろんな、なんや、伏線が回収できたし、その、ね。だから、それはまあみんなそれクラスのね、気持ちいいライブでしたよね。だよね。いや、もう、自分たちのライブを早くやりたくなったもんね。やりたくなった。うん、そうやねんな。そう。最高でしたよね。最高ね。楽しかったな。ただ、ちょっと一つね。うん、まあまあ、こんな最高な日に水差すようなことはしたくないんですけど、うん、ね、須田さんの武道館満を持して、我々サントラ日曜日よりの下客演させていただきました。いや、そう思ったね。ね、うん、いい感じで花を添えれたと思います。はいはいはい、うん。ね。あれ、感謝。感謝。感謝。ただ、あいつ俺らのキモイベ蹴ってんねんな。須田。ほっ去年のキモイベ去年のキモイベ須田さん蹴ってんねんな。ああ、一発。これ言っていい言っていいのこれ言っていいのこれ言っていいいや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 、わからんけど。わからんけど、わからんけど、じゃあもちろんな。去年、須田さん、ね、ちゃんと俳優に専念するため、で、休み、ね、ゆっくりする時間も取りたいってことで、それこそ、昨日、一昨日うん。だから、1年間ゆっくりできたみたいな話。ゆっくりできたって言ってた。よかったって、その1年の話をしてで、その1年の間に、まあ、ゆっくりしててもしね、あれやったら、俺らのラジオイベントがあるから、そう、国際フォーラムでありますよって。そう、で、一部のバトン渡した先輩として、OB として、まあ、ちょっと一発サントラと日曜日、来てくれないですかねっていうオファーを出したんですけど、なんか、あー、スケジュールが、つって、LG やったらしいよ。まあ、よ聞く話によると。ない。まあ、忙しかったんでしょう、うん、去年の、11月、去年の10月ですかなんか、忙しかったんでしょでもなんかラジオ聞く感じとはちょっと違うなと思ったけど、忙しかったんでしょなんかいっぱい休んだとは言ってたけど、なんか10月だけたまたまなんか、あったんか局所的に急にドラッてなんか。急に映画、ドラマ、急に入ったかブラッて11月なんて急になくなって。おー、なんかあらなんか、でもだいぶ前からオファーしてたらしいんやけど、うん、ちょっとどうやらスケジュールで NG さ、うん、ちょっとこれは説明責任あるかな、須田さんに。そうですね。うん。あれは蹴ったけど、
で、うん、我々は武道館で呼んで行ったわけですから、ね。行った。だから俺らも大人やから、さすがにその武道館の晴れの日、その日、当日には、いや、須田さん、あの日、蹴りましたやんとは言わんよ。大人やから。それはもう、バッチリ俺たちのやることをやって、武道館、バーンかましましたと。はいはい。はい。それはもういいじゃないですか。それはもう。それは、ちゃん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 です。で、で、去年の話じゃないんですけど、あの時、なんてことがあったんですかちょっと一発これは須田さん説明責任あるかな。オッケー。オッケー、一回、一回来ようか。そうですね。須田君一回来ようか。一回終わるまで一回ちょっと集合や。こ集合、あと何回あと何回あと、1、2、3、4、5。あと4。あと 6?5? あと5かな。あと5。今日入れんかったらあと5。あと5。5段で、まあじゃあ呼んで、いろいろ説明してもらいましょうか。一回目、じゃあ確かそこちょっと、すっきり、そのモヤモヤ残ったまんまではちょっとあれかな。うん、そうですね。遺恨が残した、遺恨は残したくないから。だって、あの武道館でだっていろんな伏線が回収できてさ、これだけ、ここだけ心残り。これだけな。これだけ。これ初ですよ。断った理由を聞くって。そう、しかも、あの、休養宣言って、オフィシャルで休養宣言をしていた俳優に対して、最悪呼んで、なんで断ったのよっていう。初の試みですけど、うん、あんま説明不足にしても、果たしてもらいましょうか。一発な。一発ね。ちょっと。ちょっとこれはね、うん、なんか、ね、おとと9番放送なんかすごいゆっくりして されてるから。それはね、どうゆっくりしたのかなって。うん。10月はどうゆっくりしたのよ。確かに、そこだけ聞きたいかな。うん、10月はどうだった、楽しみだったって。金子 D が苦笑い。苦笑いしてね。ちょっとな。楽屋じゃねえんだから、お前らっていうのがね、ちょっと今来ましたね。トップコートで波長を混分する人は楽しく喋れない。で、武道館の人が泣く。ひとしきり泣く。泣く。みんな泣くかい。みんな泣くかいもいい。いや、みんなよかったね、ラジオ楽しんで。泣くかいになって。で、一発ね、ちょっと諏訪さんには。そうですね。来てもらうか。来てもらって、そうですね。スケジュールの、確認をします。だるいなぁ。うん、過去のスケジュールで確認します。ちょっとね。うん。うん、まあまあ、でも全然、録音でもいいか。録音でもいいな。うん、そこ。合わせるし。全然合わせる。合わせるし。うん。どんどん逃げ場をなくし、津田さんの逃げ場を。別に何曜日でもいいよな。確かに。別に月曜の夜じゃなくて、てか、まあ、あの人もなんか、生活のリズム、昼間に戻したら、まあ、昼間に撮ろうか。全然昼で。行くし。行く。ミキサーとディレクター連れて行くし。連れて行くっすよね、全然。行きますよね。出張で撮れんだから。別に、あれか、ドラマ映画の収録現場とかでも、ああ、楽屋一、小一時間貸してもらえたら。そこは、うん、いける。まあ、リモートでもいいか、さ。あ、リモートでいいね。うん。リモートでもいいかも。リモートで、だってスマホも、さすがにスマホ持ってないと言わせないぞ。それはない、それはダメ、ダメ。それはダメ、ダメ、ダメ。ダメ、ダメ。ダメ、だって、LINE とかするようなさ。うん、する。LINE、ビデオ通話あるもんな。うん。これは、つなげないはないです。これは、つなげないはないです。ちょっとそれは一発だけちょっと。そうですね。一回、これはちょっと説明だと。めんどくさい。だるがら。三四郎以上の。だるがら。これは。だるがら。過ぎたことを蒸し返して、みんな、楽しかったねで、ちゃんちゃんで終わったのを、もう一回蒸し返す。全体未聞だよね。一応、あれですよね。須田まさきですよね、相手。いいですけど。そうやね。事務所続くしますもんね。そうや。だってしかも、休むって言ってた人。休むって言ってた。休むんですって言った人が、休むっていう理由で、休んでる。休んで。何してんねん。そもそもなんで俺らオファーしてんだ。休むって言った人に。俺らがおかしいんちゃう。じゃあ、おかしいじゃない。こっちも休むって聞いてんのに、仕事してくださいって。で、俺は。いや、でも休むって言って休んでるんで、休みます。なんで休むんですか？めちゃくちゃ。ちなみに俺らは4月から休みます。会話できる。怖すぎる。怖すぎる。辛い。怖
怖すぎるな。怖すぎるな。恐ろしいですね。では、ちょっとコーナーに参りましょうか。こちらのコーナーに参りましょう。ガールオブザデッド。ゾンビになったギャルが何を言ってるか送ってもらっています。ゾンビの動きには人間だった頃の習慣の名残みたいなものが反映されることがあります。ギャルのゾンビは一体どんなことを言ってるのでしょうか。ラジオネーム、みかんの大気。室外機だけ用途じゃなくて場所で呼ばれてんのなんかかわいそうじゃない。室外機かわいそう。室、そうやな、用途じゃないもんな。本当だ、部屋の外にある機械。機械。うわ、ざっくりすぎる。これは、な、愛着、なんか、そう、雑につけないでよ。どう？今の時代にこの呼び方。呼び方。ちょっとひどいよな。ひどい。ひどい。しかもさ、あんな存在感ってごついしでかいのにさ、室外。室外ってのが嫌だね。室内ならまだいいけど。室外ってのがちょっとな。君テレビ。君テレビのリモコン。君エアコン。うん、君冷蔵庫も室外。かわいそう。あ、外。あ、かわいそう。外の機械。かわいそう。室外機。うるせえ。もっとあるやろ、室外機。ラジオネーム、サンタイガー。東京都、ラジオネーム、サンタイガー。本当に、一軒目に、マジックバー行くで、合ってますか？本当に、一軒目？あー、確認して。これはマジで？一軒目っす。マジで？シラフで？飲まずに？飲まずに？一発目からマジックバー。大丈夫？大丈夫？いけ、乗れるかな？いや、挟んだ方がいいと思うけどな。いや、間違ってんじゃない？さすがに送った人が。いや、でも、マジで。ほんとマジで肯定的に言ってる？そこ集合になってる。なってる？なってる。おかしい。これおかしいね。おかしいな。盛り上がられへんよな。俺、漢字間違えた可能性ある。ちょっとな。京都府、ラジオネーム、ずっと春休みでいいのに。あ、伊賀でも甲賀でもないフリーランスの忍者です。フリーランス、フリーか。そう、伊賀所属でも甲賀所属でもないんよ。フリーランスの忍者か。フリーランスでやらせてもらってる忍者。なるほどね。そう、でもフリーランス多かったんだろうね。いや、そうやろな、あの時代も。確かに確かに、無所属で、うん、なんか、だってその額次第でじゃあ決めますわ。かっけー。うん、その、仕事内容と、その、まあ、お支払いしてもらえるあれで決めますわ。フリーランスの忍者。いいじゃん。確かに、伊賀甲賀に縛られてる状態といいな。動かれ。動きづらいか。伊賀の俺が、あっちをその、人、その、ね、隠密行動したりするのは、ちょっとあれかな、みたいな。角が立つし。しがらみもいっぱいあるやろうし。仕事もか、さばききれないし。だからやっぱフリー、すいません、みたいな。フリーランスが一番良かったんかもしれへんな。ラジオネーム、ヒカル。あいこがカブトムシの中で生涯忘れることはないでしょうって歌ってるけど、私が生涯忘れることがないのはガチンコラーメンドで帰れって言われても帰れなかった熟成の藤井が座っていた椅子に乗ったままスタッフに運ばれた時に言った、みこしやないねんからってセリフ一択だわ。そうだ、わかんないけど、そうだ、わかんないけど、あったわ、その。画像、みんな画像検索して、画像検索してくれ、これ。面白。最高や。何ですか、ガチンコラーメンの9時帰れって言われて帰らんくって、座、椅子のまま持ってかれながら、いやー、みこしやないねんから。めちゃくちゃ面白いじゃん、その場面。これは忘れられないな。やば、これは忘れられない。ガチンコだいぶおもろかったね、やっぱ改めて。いやー、俺ガチンコ見てこなかったけど、俺ちょっと、見たい、ちゃんと見たいわ、今。いやー、ちょ、改めて見た方がいいかもな。こんなおもろかってんな、ガチンコ。やば、やば、確かにでも、ガチンコがなかったらブレイキングダウンとかないもんな。そうだよね。だって、まあ、ラーメンド、いろんなやつしたっすよね。ラーメンドもあれば、そう、まあまあ、ファイトクラブですよね、ガチンコファイトクラブ。そう、ファイトクラブ、そう、ラーメンのもあったわけだもん。そうそうそう。そう、ファイトクラブ、懐かしい。いやー、ちょっと、だいぶやばいな。んえ、これ、藤井を運んでる人の左が、うん、塩プロの社長後の、うん、そうなん、そうなん、チャンスの時間とかやってる、塩プロの、塩や塩プロ塩や、やっぱだから、いやもう、今おもろい番組やってる、その、いかれてる。え、だってあれ、リンカーンの、
ウルリンとかも。もう、この、塩プロ。わ、やば。ちょ、びっくり。かいや、パワープロやばい。いかれ。あ、で、ゴッドタウンとかも。あ、うわ。やばいねんな。だからやっぱ昔からやばいことやってた人が今もやばいことやってんねん。結局やばいんだ。なるほどね。やで、みんなやばいのが好きで。で、そう、みんな結局やばい。全員好き。やばい奴らが好きやな、ね、結局面白い、最高っていう。神奈川県、ラジオネーム、わなびもち。焼肉屋とかの火を調節するところって、勝手にいじくってもいいのかな。うわあれなあれ。ちょっと躊躇する。あれな、いいんかな、火。あれね。店員さんが、プッツッツッってやってる。やるけど。あれよく見たら、あ、いじれんな、自分で、みたいな。な、でもなんかちょっと、いいん、うん、なんかね。で、この客である自分を触っちゃっていいのかな。でも明らかに、強すぎんねんな。明らかに弱いねんな。はい、あるよ、ね。全く焼けてない。あるある。明らかにの時あるよ、ね。いいんか。いいんかな、ね、あるよな。あれ迷うねんな。迷う。いつもな。自分が触っちゃっていいの。そうそうそう。なんかな、そこだけはな。ラジオネーム、南部坂47。あ、飽きまへん、飽きまへん。ボトルタイプの缶コーヒーの飲み口が少し大きいからといって、チンコ入れたら飽きまへん。あかんあかんあかん。いや、わかるわかる。俺もボトルタイプの缶コーヒーよう飲むけど、ちょっと大きいよ。大きい。最近あるよな。大きい大きい。ちょっと大きい。大きいよな。やからといって、その、チンコ入れたらあかんよ。え、噛んでずっと我慢しとった。噛む、これは無理よって言って我慢しとった。無理って我慢した。さすがにこれは。で、ペットボトル、まあ無理かってやったけど、ボトル、あれこれちょうど。実は何やったらあまり出るくらいでかい。補正ちゃうかな。めちゃくちゃ補正じゃん。東京都、ラジオネーム、何ぬねのオブラ。あ、わてのチンコの先っぽにあの、お星さんつけて、ラメめっちゃつけたら、遠くから見たら可愛いツリーに見えて、女の子今日さ、集まるか思ったんやけど、なんか変な虫ばっかりひっついてきて、これ叶いませんわ。あれやんなもん。しっかりた西のやつばっかじゃねえ。変な。だって、関西から来た。おじさんとラメス。西の俺、ほら、おじさんって言ってる。ほら、ツリーに見えるやろ。うん、そう。こんな子、今日さ、集まるか思ったら、虫ばっか見ました。むしろ、書いて書いて、その、今日さ、刺されて、あの子、赤い斑点が余計イルミネーションに見えたりしてる。刺されてます。水、刺されてます。これ、叶いません。今、なってますよ。危ない、危ない。それ、虫刺すんですよ、ほんとに。あれ、なんか、海みたいな出てる。これ、あ、キラキイルミネーションの、あの、ふわふわのやつみたいなって。なんか、あ、先っぽ紫に点灯してみたいな。おじゃ、点灯じゃないっす。点灯じゃないと。あれよろしいな、これ。紫よろしくないよ。ピピナッツのあるしてです。DJ 松永です。ラジオネーム、ポリン。はい。そういや、クリーピーナッツのオールナイトニッポンの1回目。はい。須田さんのために放送を譲ったってことありましたよね。あ、貸しにしては十分だな。これ須田さん断ります？まあまあそうか、まあまあまあ、それもあったか、うん、まあまあまあ、そうそう、あの最終回が一回あれかな、延期になって、そっか、俺らの記念すべき一部の第一回目をそっか渡したんだな、ね、須田さんに。これは、まあ、うんうんうん、なんか、まあ、答えは分かってるよな。これは、うん、これは、うん、確かに確かに。これはもうなんかもう、まあ、当然すぎ、ちょっと俺らが言う、みなまで言うまでもないか、ないか。そうやな。ここまでもな。うんうんうん。本人が一番分かってるやろしな。本人じゃ、うん。聞いてる？うん。いいね。じゃあ、ね、ぜひぜひ来て、これはラモンも来てもらえる。来てから、ね、いろいろちょっと説明してもらいましょうか。で、そうですね。今、金子さんが、マジですかみたいな。マジで何も決まってない。今はなんかそっちで、ワイワイやってるけど、何も動いてないで、まだこっちに。マジでまあ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 。まあ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 、まあまあでも。いやでも分かってたら、まあ、これはもう、本人から来るやろしな。まあまあまあ、それ。俺そんな、大丈夫ですよ、金子さん。そのオファーとかかけんで。だ、ブッキングしなくて大丈夫。はい、あの、これ仕事じゃないですか。そう。これ仕事じゃない。その人間同士のつながりの、うん、そのなんか、やっとかなんか、義理とか、うん、そう、心の話やから、こんなもん一番本人、あんな、須田さんともあろうした一番こんなこと分かってんねやから。そうだよね。自分から来るがな。そうだよね。そんなもん。その、
事務所通す必要もないし。ないないない。俺らも言う必要ないか。言う必要ない。もうでいい。もうこの、ラスト5問までのうちに、ね、自分から来るって。自分が言って、すいませんでしたって言って。すいませんでしたって言って、うんうん。何時が来るか分かんないけどね。じゃあちょっと、じゃあちょっと曲の方、行かしてもらいましょう。今日かけたいのはですね、MC タイソン。ね。番組イベントにも出てくれました。うん、タイソンの新曲で G's Up っていう楽曲。G's Up Featuring Watson というね。最近出たやつですね。そう、これね、最近出た楽曲で、まあ、なんていうかな、ちょっとメローなドリルに、まあ、それこそ、ね、ポップスモークとか流行らしたような、がっつり、ちょっとメローな感じのドリルに、乗せてる楽曲なんですけど、これに客演してる Watson というのがね、めちゃくちゃいいラップをしてて、もちろん、タイソンもね、やっぱタイソンラップうまいなぁ。この ね、やることやってりゃいけとるっていう、このタイソンが、リスペクトしてるその常名さんの言い回しをちょっとこうサンプリングしたようなやつから、その、ガキの頃から言ってる、いつかフェラーリ乗ったる、やることやってりゃいけとる、今は青いの乗っとるみたいな、このね、いいそのボースティングがあったりとか。いいね、これちょっと後からちょっと解説したいんで、まずは聞いてほしいんですけど、このね、客演の2バース目出てくるワトソンのラップもかなりイケてるんで、聞いてください。タイソンでジューズアップ。はい。もうこのワトソン、徳島のラッパーなんですけど。徳島なんだ。結構ストリート上がりの、ラッパーには結構珍しいぐらい言い回し凝ってるやけど分かりやすくておもろいみたいな、その、はいはいはい、なんかね、友達でも無理だと思ってた中毒者の俺を高く感じたスシロー、リュウチの方が腹いっぱい食えそうとか、なんかこれパンチラインでしょ。で、止まる電気、でも止まりたないもん持ってたとこでできないプレフォーとか、吸わなくても赤目になれたよ、傍聴席ママが泣いた裁判とか、わー、かなりね、その、いいね。グッと、わ、吸わなくてもこういうことね、とか、そうなんですよ。で、なんか、痛いの飛んでいけ、でも飛ばない俺らこの街とか、なんか、この、すごいフローとかが、このめちゃくちゃこのなんか刻んでて畳みかけてんだけど、めちゃくちゃ入ってくるラインはしっかりパンチラインとして、このグッと残るし、その言い回しに、なんかね、その、ストリート上がりじゃないとできへん言い回しに、すごい、なんやろな、ラップマニア的な、おもろいユーモアが、しっかり入ってる、このバランスが絶妙やな、ワトソンとか思ってて。わあ、確かに。結構やっぱり、まだ、確かに俺もそうだったけど、フローとか、その、畳みかける感じに持ってかれてる人多いけど、うん、リリックがっつりまだ、食らってない人多いから、ね、これからちゃんと注意していけたらもっとハマる人増えそうだ。そうそう、かなりやっぱパンチラインメーカーとしてね、やっぱワトソンはすごいラッパーやなっていうのは思いますね。ああ、なるほどね。クリーピーナッツのオールナイトニッポン。この番組は、日本外資、商船三井フェリー、栗本鉄工所、ワンカップ大関、山陽火星、ヤクルト、以上各社の協賛で、東京千代田区有楽町日本放送キーステーションに全国36局ネットでお送りしました。クリーピーナッツのオールナイトニッポン、そろそろお別れの時間です。ラジオネーム、藤原元スノブラ参戦。ガチンコラーメン堂といえば、佐野みのるにもっと自分の味を出せとブチギレられたラーメン屋の店主が寸胴を持って、そんなに自分の味出せ言うんやったらこん中入るわめちゃくちゃ逆にしたシーンも一生忘れません。あれよりすがすがしい役ぶりを見たことないです。自分で、あ、おい、めっちゃ、おい、おい、これ、あ、ごめん、あ、忘れてたけど、これクリティカルで。これクリティカル。あ、で、さっきの、で、さっきの、みこしやないねんからって言った藤井のやつ送ってくれたラジオネームヒカルもクリティカル。クリティカルです。で、あれかな、チンチンにラメつけて虫集まってきたラジオネーム何ねのぼらもクリティカル。今日3名出ました、クリティカル。ラーメンシリーズ。ラーメンシリーズとチンコにラメは、クリティカルかな。クリティカルです。なんかあげます。はいはいはい、松永さんの、どれかを、ね、どれかをあげます。ちょっと待って、自分の味出せって言ったら、自分の味出せって言ったら、こんなの入るわって言ったら、2個目スープの2個目スープで自分の入って。いや、こんなんさ、ちょっと、切れてんの、本当に、マジで。これ毎週見れてた。最高やん。そりゃテレビ見るだろ、いや、そりゃテレビ最強やろ、この時代。9時ぐらい。一番おもろいやん。ちょっと深夜でもないのにそれを
最高、それみんな見るわな。めちゃくちゃ俺らが学校行ってみんなガチンコの話するわ。それ小学校ぐらいの時だったっけ。小学校やばいって、全然見てないから話しかれなかったけど。しかもなんかあれじゃなかったっけ、これガチンコ終わった後すぐマネーの虎とかじゃなかったっけ。なんかすごい近かったような気する。セットで見てたような気ちゃうかったっけな。最高。いやでもそんなんがゴロゴロおったんか、やばいな、やばいな、やばーな、もっと安心してくれ、こんなのいるわ。なんだ、あ、告知、そうや、そう、そう、ダサイファー、ダサイファー、そう、ダサイファーっつったな、ダサイファー、梅をつける、梅、ダサイファーと、ダサイファーが、梅ダサイファー、そう、梅ダサイファーがね、3月29日に、ラップナビオというね、メジャーファーストアルバムを出すわけですよ。ね、こちら、出す出すと思ってたが、ついに、そう、ついに出しましたね。で、この、このアルバム、結構ね、今までの梅田で一番俺参加曲数多いかも。あ、マジ？梅田アルバムで。え、いつの間に書いてたの？それが俺がやっと制作作業に追いついたのが今年の正月なわけですよ。まあ、そうか、1月入ってからか。1月入っても初詣も行かれへんかったずっと東京ってんけど、それでちょっと元気になったタイミングで大急ぎで、うん、そう、でもなんとか、でも その時が前言ってた制作でも気付いたら3日経ってたっていう、部屋にこもって曲書き続けて気付いたら3日経ってた。やっぱそれか、そう、それそのタイミング、へえ、よく書いたね。いやでもな、いや楽しかったな今回も。またおうそ、ちょっとまたもう一発ラップレベルアップしたから。マジで1月に、うん、これ聞きたい、俺聞いてないの。あ、じゃあちょっと送るわ。あ、ちょちょうだい、ちょっとこれまたクリーピーの曲もまたやわなりますね。あらあら、これ楽しみですねちょっと、楽しみしてください。ここまでお会いしたクリーピーナッツのアルシェと俺。